はい、どうもこんにちは。オーケストラの指揮してます、平林亮と言います。ですね、カロス・クライバーの指揮は美しいっていうお話させていただきます。まあクライバーってね、あのお父さんも指揮者ね、エリフ・クライバー、息子のカロス・クライバーはすごく人気がありますよね。あのこう、僕もこの指揮者、指揮を勉強してる指揮者仲間みたいな、なんかカルロス・クライバーがね、かなり一番好きだみたいな人がちらほらいた記憶もあって、すごく人気が、まあ、あるみたいですね。うん、でまあ非常なカリスマでね、まあ、キャンセルまで演奏会ね無事出てくるだけでも、おついに今回来たかみたいなね、こうスターならではの、そういうね、なんか特権じゃないけど、聞く方もね、それだけキャンセル多いから聞けたらね、お得感すごいというかね、一生の思い出みたいになる。うん、でまあだからそれだけ神経質で、まあ、完璧主義者だったっていうエピソードも聞いたことありますね。ものすごい勉強するんですって。集められるだけの資料を集めて、音源も集めて、一つの曲をねこう勉強すると。で、あの指揮法がすごい美しいんですけど、なんか鏡見てね、練習して習得した技術だっていうエピソードがあって、まあそうなのかなと思いますね。なんとなくの技術じゃないですよね、あれ磨いたもんですよね。はい、で、あの個人的なね意見申しますね。まあ全部個人的な意見ですよね、喋ってるってことはね。個人的にはカロス・クライバーの指揮はある意味ね、指揮が一番上手いの誰ですかって言ったら、クライバーかなって思いますね。えって思われる方もいるかもしれないですけど、指揮が上手いって言ってもね、いろいろあると思うんですよ。例えば拍が分かるとかね、こう分かりやすいクリアな指揮っていうと、あの別の名前が僕は浮かんでくるんですよね、何名か。うん、ただそのなんていうのかな、音楽のね、このなんていうか、フレーズだったりテンポだったり音色だったり、そういうものを一番上手っていうか、うまく表現してるって意味での、なんていうのかな、すごく芸術的な指揮で、カルスクライバー、そういう意味ではやっぱりダントツなんじゃないかなと思いますね。指揮うまいと思いますね、本当に。うん、鏡見てね、一生懸命練習したって納得ですね。一生懸命練習しないとできる式じゃないですよね。こうなんとなくではできない。うん。素晴らしいと思いますね。うん。でね、特徴がいくつかあるのよね。はっきり言ってお世辞抜きで魔法みたいな式です。それぐらい、なんていうの？それぐらい魅力的ですごい式、簡単に真似できなさそうだし、現にその、オーケストラの音色とかね、クライバーのその、手の動きに合わせて、音色がね、その、クライバー特有のものになってる。うん。フレーズを作るのうまいし、この、なんていうのかな、まあ、いろんな角度からね、いろんな角度からまあ棒来たり、いろんな角、いろ、かっこいいですよね。見ててかっこいい。見ててすごいかっこいいからファン多いと思うんですけど、なんかね、いろんなこのやつね。あの、全部ね、音楽の本質的なメッセージね、音楽の内容、中身に結びついた動きなんですよね。だから、あの、ねえ、アーティスティックですよね。うん。あれ、憧れてそのまま真似しようと思って、もうなんか下手な2番煎じみたいになっちゃうのが、まあ、うちなんですけど、ただ、学べる点ってね、結構あるんですよね。フレーズの作り方とか、フレーズの作り方かな。こうテンポの持っていく方とかね、うん、あと、音色、音色の作り方とかね。うん、そうだね。あとは
指揮者として見た時にはまあ向いてる音楽とね向いてない音楽あるかなと思いますね。もうすごく洗練されすぎちゃうんで、泥臭い音楽とかだとちょっとセンス良すぎてとかかっこよすぎてね、ちょっと合わないんじゃないかなって。ね、あのハイセンスな音っていうか音楽に合う作曲家だと、とね、ダントツになっちゃいますよね。合うものと合わないものあるかなと思って聞いてますね。うん、個人的にはね、ヨハン・シュトラウスのコウモリとかいいよね。あとバラキシとかボエムとか、そういう明るい音楽いいんじゃないですかね。まあ、ベートーベン4番とかね、名演で有名ですよね。7番とかね。ただハイスピードでなんか飛ばしすぎててね、ちょっとベートーベンの本来想定してた音響とは違うのかなってね。7番とか、まあ、4番の方がいいかな。5番とかね、ちょっと合わない印象でしたね、個人的にはね。クライバー、ちょっと洗練されすぎ、もうハイブリッドカーみたいなね、ベートーベンの、こういう、はぁ、はぁ、みたいなね、こう泥臭、あ、髪の毛ぐちゃぐちゃ、泥臭さみたいなの全然なくて、ちょっと洗練されすぎかなって思いますね。あとは、クライバー、マダンの写真とかも聞いたなぁ。カルスクライバーね、カルスクライバーね。あ、まあ、そこそこね、聞いてます。なんか、ドボジャークのピアノコンとかあったかな。そこそこ聞いてるね。シューベルトの3番とかね。モーツァルトの33番か。うん。まあ、録音少ないんですよね。レパートリーも限られててね。まあ、レパートリー限られてるっていうのは、ある意味いいのかもしれないですよね。それだけ、準備完璧主義でね、徹底的にこう、掘り下げたものしかやらないっていう姿勢ね。いや、まあ、それも、そういう姿勢もね、芸術家としての姿勢も、美しいですよね。うん。あ、ニューヤンコンサート有名でね、1回だけ出たんです。91年違った？カレンの前後じゃなかったっけ？あれも素晴らしいよね。ああいう、なんていうのかな、割とその明るいというか軽い音楽の方が向いてる印象ですかね。いやー、ほんとね、本当にアーティスティックで、うん。個人的に好みかっつったら、まあってことなんですけど、だレパートリーによってはね、ダントツですね。で、式も美しいし、まあ、あれそのまま真似してもしょうがないんだけど、本当にね、普遍的に素晴らしい要素をたくさん、もう本当に素晴らしい要素に溢れてる式なんで、勉強になることはたくさんありますよね。あ、ブラームスの4番とかね、コリオランとかね、ああいうちょっと泥臭い作品になってくると、ちょっと洗練されすぎて綺麗かなって、合わないかなって僕は個人的には思いますけどね。ただ、ただ、大変尊敬してますよね、素晴らしい点。はい。っていうことでした。まあね、個人的な視点から、カルスクライバーのね、式は美しい、素晴らしいっていう、お話でした。はい。よろしければ、チャンネル登録してください。質問などもね、受け付けておりますので、コメント欄などに。お聞きください。それではご視聴ありがとうございました。